それではドラクエ2、本日も続きを進めていこうと思います。で、前回というか、まあ、ずっとここ気づいてたんだけど、見ることすらもしておらず、ということでね、ちょっと今回ここかな？行ってみようかな。ロレシアは城の南にあるという祠には行かれましたか？え？ロレシア城の南？知らん。そこにはわしの弟があなた様の食うのを待っているはず、会ってやってください。え？どういうことだろう。あ、ここを抜けても南へ行けばムーンペタの街。なるほど。話しかけられない。そっか、やっぱり会話システムがないんだな。ドラクエ2。げ。また洞窟か。前回も洞窟やって今回も洞窟みたいだな。はい。今ね、カインがレベル7のムーンちゃんがレベル9かな。カインもね、装備を変えたらめちゃめちゃ戦いやすくなった。ありがたい。ああ、なんやこれ。なんでこれ、なんでこう陸の孤島に出たの。敵ビジュアル変わったから、あ、ゴール早いなみたいな思ったんやけど、フェイクでしたわ。まだマラボタン連打でね、全然切り抜けられるから嬉しいんですけど、はい。あ、さっきからネズミしか出ない。ダークソウルのネズミもな、こんぐらいちょっと可愛かったらいいんだけどな。ダークソウルのネズミはマジでグロいからね。よし。ドラクエも好きだし、ダークソウルも好き。まあ、最近できてないけどね、ダークス3。ちょっとね、今は生放送じゃなくて動画を頑張ってるっていうか、動画をメインに動いてる感じなので、またちょっとモチベーションが上がったら生放送再開しようと思うんですけれども、そう、もともとさ、動画からスタートしちゃうとなかなか生放送を毎日する生活っていうのが合わない部分もあるんだよね。お、出た。今度こっちは正解だね。軍隊、あ、やばい、攻撃しちゃった。気づいてないんだったら逃げればよかった。そう、南を、4体。あ、魔法使えばよかったな。いてぇ。あれ、なんか丸ボタン連打しちゃう、どうしても魔法使えって思うけど。オッケー。お、街が見えました。ギャー、鎧ムカデ倒れろ。よし、こう街が見えた直前にね、モンスターに襲撃されるっていうね。新たな町に突入。怖っ。まあ、あなたはもしやムーン様では。私は昔ロレシア城にお仕えしていたものです。こんなところでムーン様にお会いできるなんて、あ、夢のようですわ。ほう、今はやめられたってことですかね。早くしよう。またくボスのような声になったもんですな。この前もサマルトリアの近くでスリに会いましてね、幸い犯人は見つかりましたが、まあ今頃お城の牢屋、あー、じゃあ、牢屋、サマルトリアの牢屋にさ、二人いたと思うんだけど、そのうちのどっちかがスリで捕まってるんだな。ムンペタの町。お、ムンブルク城ならこの町の南西の方向だ。まず西に向かって歩き、さらに南に下ると良いだろう。なるほど。どこかの塔の中に空を飛べるマントがあるらしいで、そのマントをつけていると高いところが落ちたとき少しだけ空を飛べるんだとよ。え？どういうこと？少し、高いところから飛べるとき少しだけ空を飛べる。それを使うダンジョンがあるんでしょうかね。あ、道具屋さん、こんにちは。聖なるナイフ。川の盾。あれ、なんか聖なるナイフ気持ち安いような気がするんだけど。あ、そんなわけじゃないか。怖っ。
あ、武器と防具。うわ、高っ！鋼の剣、1500か。鋼の鎧、鋼の盾。うわー、高い、無理。買えない。あ、でも鉄の槍は頑張ればいけるけど、そろそろムーちゃん、買い時ですかね。福引券をどうにかしたいよな。どこで使えるんだろう。あ、あ、福引いける。おい、おい。うん、3つ揃うと1等。ゴールドカードってなんだろう。星印が3つで2等。祈りの指輪。おお、 MP 回復か。行きましょう。ほい。目押しってできんのかな。できなさそうだね。あ、あ、残念賞に福引き、いや、戻ってきたんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。来い！やったー！わーい！わーい！薬草かよ！まあ嬉しいけど。もう一回、もう福引き券いらないから。はい、行くぞ。薬草嬉しい。あ、揃わなかった。はいはい。これで最後かな ?3 枚ぐらいしか持ってなかったもんね、福引き券。ほい。お、当たった。薬草かな？もうファンファーレみたいな穴なんだ。薬草、よし、薬草ありがたい。ありがとうございます。はいはい。この遊び甘い夢中になりませんのように。はーい。ギャンブルにハマるのと一緒なんですかね。こんにちは。正しき神は正しきものの味方なり。やっぱりセーブはできない。なんか、お城に行かないとダメだね。お金と持ち物、あ、持ち物預かってもらおうかな。道具。薬草、キメラの翼。あ、福引き券もう一枚持ってたね。でも福引き券いいや。預かってもらおう。預きゃって。預きゃって。毒消し像、まあ、いいか。こんなもんで。ちゃんと持っとこうか。何あるかわかんないもんね。なんと、ここでもそなたの旅を冒険の書に記録することができる。あ、マジですか？ありがとうございます。セーブできるのありがたいっす。はい。やっぱりセーブするときさ、ターンダダダンダダンがないのすごい違和感ある。自分が恥ずかしい。私、甘いのを恐ろしたら城から逃げ出したのです。今頃、ムンブルクの城は、ああ、リンダ姫。あ、そうそう、ムンブルク、滅びてるんですよね。はい。滅ぼされちゃったんだよな、魔物に。じゃあ行きますか、ムンブルクのお城。ちょ、気になるね。同じムーンだし。え、南西って言ってたよね。こっち側？え、なんか強そうなの出てきたんだけど。ちょっとキラ。でもなんか西に行って南に行けって言ってたよね。間違ってんのかな。どっちなんだろう。合ってるのかしら。はいはい。よし。さて、お城見えました。ここかな。うわ、じゃないねね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 ね。びっくりしたわ。やけ。ちょっと待って、これ回復できんのかな。ここのお城なんかめっちゃ毒の輪に包まれてるんだっけ。あれ、ムーンブルクだよね。宿屋があるように思えないな。怖い。MP めっちゃ使っちゃったんだけど。いて。うおー。普通にモンスター出てくるわけ。なあ、マジか。やばい、死にそうなんだけど、大丈夫かな。あー、でもモンスターそこまで強くない。え、なんか強いんだけど。リビングデッド、ちょっと待って。はい。
宿屋がないのが辛いな。ででででさ、こいつだけや。よし、強かった。何あいつ、なんか炎がある。わしはモンゴル公の魂じゃ。我が娘リンダが呪いをかけられ犬にされたという大口をしは。犬？なるほど。その犬はどこにいるんだ今。やっぱこいつらがね強いんだよね、リビングデッドたち。こいつめっちゃ HP 高いね、困るわ。よし、一匹倒して、オッケー。うう、強い。鍵が合わない、マジか。あれ、銀の鍵で開かないの。まあいっか、行き止まり。あ、メタセラ出た。強い。キラやめて。オッケー。ちょちょちょ、回避しないとカインが死ぬ。あー、逃げた。もうこやつめっちゃ攻撃だけして逃げてったわ。薬草がなくなってきたな。ハーゴの、ハーゴの罠が攻めてきて助けてくれ。ほう、あれ、こっち側にはどうやって行くんだろう。あの階段があるところ、行けるな。ちょっと待ってよ。ここから東の地4つの橋が見えるところに小さな沼地があるという、うん、そこにラーの鏡が。これを誰かに伝えるも私は死にきれぬのだ。東の地4つの橋が見えるところに小さな沼地、 OK。 4つの橋が見えるところに小さな沼地ね、覚えとこう。でアイテム取りたいわ。いや、ここでなんかね、レベル上げには絶景のポイントですね、ここ。まあ、敵はね、ちょっと強いんだけど、HP 高いし。その分、お金も経験値も美味しいから。よいしょ。OK。取ります。ゆるさん。邪魔だよ、魂さん。魂さん、ちいって、OK。で、こっち、あっ！で、こっちの中庭見ましょう。誰かいるかな？あっ、こんにちは。あ、姫様、私は姫様をお守りできませんでした。そのため姫様は呪いで姿を変えられどこかの町に。しかしもし真実の姿を映すというラーの鏡があれば、姫様の呪いを解くことができるでしょう。旅の人よ、どうか姫様、姫様、グフ。あっ、魂になっちゃった。ということで、ラーの鏡を探しに行こう。ガラーの鏡はもう2の時からあったんだね。1はどうなんだろう。ドラクエ1の時からもしかしたらあるのかもしれないけどね。よし。いや、なんか割とどのシリーズにもラーの鏡は出てきてるような印象あるな。強いんだよ、リビングデッド。こいつにぶっ殺された人もいるんじゃないの、ドラクエ2やってた人。ナイス、お金がめっちゃ手に入る。なんかお金稼ぎはすごいしやすいわ。
出ましょう。ラーの鏡ね、どこにあるんだろう。ちょっとこっち側行ってないから、左じゃない、右側の方か。こっち行ってみましょうかね。お、光ってる、ここじゃん、見つけた。よっしゃー、ラーの鏡で犬になっちゃったって言ってたよね。え、福引券いらんわ。福引券いいや。ほい。よし、ラーの鏡ゲットしたので戻ろう。で、カインがね、レベル10になった時にね、ルーラを覚えました。よいしょ。動物に変えられちゃったって言ってたよね。この町にさ、ワンちゃんがいたと思うんですよ。なぜかついてくるっていうね。ちょっと待って。このワンちゃんに使ってみるか、ラーの鏡。いくぞ。くらえ。あ、なんと鏡は美しい王女の姿を映し出した。鏡が砕け散り、姫にかけられた呪いが解ける。きたー！あー、元の姿に戻れるなんて、もうずっとあのままかと思いましたわ。私はムーンブルク王の娘、リンダ。もうご存知かと思いますが、ムーンブルク城はハーゴーの軍団に襲われ、私は呪いで犬の姿に変えられてここに飛ばされたのです。今頃ムーンブルク城は、今は考えないことにいたしましょう。私もあなた方は仲間にしてくださいませ。共に戦いましょう。よっしゃ、王女が仲間になりました。あれ、もしかしてリンダちゃんも魔法使い系ですかね。次どこに行けばいいの。セーブしとこう。リンダちゃんに装備も買ってあげないといけないけど、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしようかな。リンダが仲間になったということで。はあ、ことごとく装備できない、この女、マジかよ。いやー、ちょっとこれをレベル上げしないとやばいかもしれないね、リンダのね。はい、ではじゃあ今回ここでお会いしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。